鳥を示す女性の前の買い物に来た女性と喫煙具を手に座る男性のいる場面。17世紀オランダの芸術家ハブリエル・メツーが1662年に描いた鳥売りの女。鳥の正面に座る喫煙中の白髪の老人は下に着たシャツを示す赤い袖がついた黒い衣装を着て片膝を表した奇妙な姿。同じく黒い衣装の女性を犬が見上げています。仰向けや吊るされた鳥を売り物にする店で羽をむしった鳥を手にする若い女性。この売り物の鳥は男女の関係を象徴し、値段の交渉を行う女性は同じ黒い衣装の男性のために話をつける鳥持ち役の女のよう。ありふれた商売のシーンを描いてお金が絡む男女の関係を暗示する17世紀オランダの画家のお得意の手法が見て取れる作品です。